アスリートも通う姿勢矯正の専門家、姿勢矯正トレーナーのレグルスです。今回は大多数の方が悩んでいる猫背、反り腰、巻き肩、ストレートネック、O 脚、X 脚を解消できる体操を皆さんにお伝えします。側腕症についてはメニューが変わるので、受講生の改善実績のみを掲載します。私は普段月100名以上の方を個別でサポートして、正しい体操を伝えて姿勢矯正に導いています。受講生の方の改善実績をご覧ください。ヨガやピラティス、ストレッチなどを否定するわけではありませんが、一時的なものと思ってください。骨盤が前傾で股関節重心の姿勢になり、毎日腸腰筋と背骨、骨盤を正しく動かす体操を習慣化していくことで、猫背や反り腰、巻き肩、ストレートネック、 O 脚、 X 脚を解消していくものと思ってください。股関節重心の姿勢になるための歩き方についてはこちらの動画を、普段の股関節重心の座り方についてはこちらの動画をご覧ください。まずはこれからお伝えする1日たった5分でできる体操を毎日継続してみてください。腸腰筋と背骨を正しく動かす体操をお伝えします。椅子に座ってつま先はまっすぐで、足と膝は一拳開けて、手を頭の後ろに置いて少し前傾になります。なぜ前傾になるのかというと、骨盤を前傾にして股関節重心の姿勢になるためです。この姿勢をキープした状態で背骨を丸めて、反るを10回やっていきます。注意点は、背骨が丸まらずにこのように倒れるだけになるのは注意してください。そしてこの骨盤がこのように動かないようにお願いします。つま先はまっすぐで、足と膝を一拳キープして、膝も前後にずれないようにお願いします。前傾になって背骨を丸める反る、丸める反る。呼吸は楽に大丈夫です。正面が10回終わったら、左足に少し体重を乗せます。そして膝が開かないようにして、上半身だけを左にねじります。この位置でまた丸める反るを10回やっていきます。注意点は、膝が開かないこと、そして膝も前後にずれないこと。ポイントは、左の腹筋を入れ込むように丸めることです。この入れ込む感覚を意識してください。丸める反る、丸める反る。正面が10回、左が10回終わったら、次は同じ姿勢のまま右足に体重を乗せて、膝が開かないようにして右にねじります。この位置で丸める反るを10回やっていきます。右の腹筋を入れ込むような意識でお願いします。10回ずつ終わって立っていただくと、肩周りが脱力している感覚、そして腰の筋肉ではなく中で支えているような感覚が少し芽生えれば OK です。1日の回数制限はありませんので、できれば朝と夜ぜひやってみてください。次はペットボトルを使って、大多数の方が使えていない内転筋と骨盤を正しく動かしていきます。先ほどと同じ姿勢になり、ペットボトルを持って膝の間に入れます。そしてペットボトルを挟んで開く、挟んで開くを10回以上やっていきます。この前傾になった状態でお願いします。挟んで開く、挟んで開くを潰すように閉じて、しっかり冷えてください。
10回終わって立ってみると膝が少し締まったような感覚があれば大丈夫です。最後にバランスボードに乗っていきます。概要欄に貼っている推奨しているバランスボードを購入してください。高さを調節できるので難しいと感じる方はこれを外した状態、深い溝が2段階目、浅い溝が一番高い状態です。今回は浅い溝に乗っていきます。バランスボードの種類によってはこれが外れたような簡単すぎるものもあるので注意をしてください。壁などを正面にした状態に乗っていきます。真ん中に乗って足をずらします。乗り方の注意点はつま先はまっすぐで足と足の間は一拳、バランスボードに均等な位置に乗ってください。少し膝を曲げてお尻の上を後ろに突き出すように上半身を倒します。そして両人差し指を壁につけて乗っていきます。慣れてきた方はゆっくり指を離してみてください。股関節に重心があるとこのようにバランスボードが安定します。股関節に重心がないとこのように震えてしまいます。ポイントは全身の力を抜くこと、そして腰を反ろうとすると腰が痛いので腰は反らないようにお願いします。股関節に重心が来ると太ももや足にも負担がない位置が適切な位置です。これが骨盤がこのように丸まってしまうと膝にかかってしまうので注意してください。お尻の上を後ろに突き出すように少し膝を曲げて前傾のポジションを取ります。1回あたり 3,40 秒乗ってください。どうしても腰が痛い方や足に負担がかかる方は少し膝の曲げ具合を調節してください。一番負荷がないところが分かってくると思います。 3,40 秒乗ったら一旦降りて次は片足で乗っていきます。片足は真ん中に乗ってまた同じように乗っていきます。片足は膝を曲げて倒すのではなくて上半身を起こして膝も少し伸ばします。少しだけ膝が曲がっている状態を作ってください。そして慣れてきたらゆっくり指を離してください。全身脱力で足にも負担がない位置を見つけてください。股関節だけ意識します。1回あたり20秒乗ってください。右の股関節だけ意識します。右が20秒終わったら左足に乗っていきます。同じように乗って少し膝を曲げて上半身は起こします。ゆっくり指を離します。左の股関節だけ意識します。全身脱力で足にも負荷が来ない位置を見つけてください。足に負担があるときや腰が痛いときは少し膝の曲げ具合を調節してください。腸腰筋や背骨が固まっている方は少し前傾にならないと股関節に重心がきません。3種類が終わって立っていただくとなんとなく体が脱力している感覚が芽生えると思います。それが股関節重心の感覚です。歩き方に合わせてこのバランスボードに毎日乗っていくことで股関節重心の姿勢が手に入ります。補足としてペットボトルをバランスボードの真ん中に置くと綺麗に静止できます。重心が揃っているから静止できます。ということはこのバランスボードが震えるということは体の重心が揃ってないから震えるということになります。まずはこの姿勢ですが毎日腸腰筋と背骨骨盤を正しく動かす体操をしていくと少しずつ股関節で捉えたまま上半身を起こせるようになっていきます。最終的にはこの位置でビタッと静止ができるようになります。椅子の体操とペットボトルの体操に合わせてこのバランスボードも1日2回ほどできると体はどんどん変化していきますのでぜひ頑張ってみてください。今日お伝えした体操はレベル1の内容ですがレグルス姿勢矯正システムではレベル1からレベル8までのメニューを約半年かけて組んでいます。このレベル8までの体操を毎日習慣化できると体の悩みがない幸福度の高い人生を皆さんが送っていただけると確信しています。3000人以上が登録している公式 LINE では姿勢矯正無料体験オンラインであなたの姿勢骨格診断を設けていますのでぜひ概要欄から追加をお願いします。この動画が少しでもためになったと思ってくれた方は高評価ボタンをぜひクリックお願いします。これからも皆さんにとって有益な動画を作っていきますのでチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。